来たか。デュラ！エリス、無事か？私は大丈夫。バシタール、なんで裏切った？裏切っただと？愚問だな。サマリル様に仕えるグルグの長であるこの俺がなぜ貴様らといなければならない。兄さん、役者だよな。ほんとコロッと騙されたもんな。この時を狙っていたのか。答える必要のないことだ。エリスを返してもらう。いくらあんたでもグルグと言ったって僕たち全員を相手に無傷でいられないことは分かっているはずだ。そう簡単に返してくれるわけないよな。だったら俺の腕輪とジョーちゃんと交換と行こうじゃないか。それだったら悪い取引じゃないだろ。ウィンフィールド、何を言ってるの。ダメよ、腕輪と交換なんて。とは言ってもね、女性を見捨てるってのは俺の主義に反するわけさ。たとえそれが世界を滅ぼすことになったとしてもね。いいだろう、武器を捨てこちらへ来い。はいはい、わかりましたよ。ダメだよメイ。エリス、走れ！小賢しい真似を。まあいい、虹の雫はもらっていく。行かせるか！貴様らの相手は俺ではない。あとは任せる。バスタール！その命預けておく。いずれ必ず俺がもらい受けよう。それまでの間せいぜい楽しむことだ。いいぜ、その時のためにもまずはこいつをやるとしますか。
命が惜しくば、ノクがよい。恨むなら自分を恨むんだね。お任せください。プラムにもできますわ。滅する。働いてもらうとするかの。派手に決めるとしようか。そこを動かないでくださいね。らしくないな、こんなドジ踏むなんてさ。やればいいんだろ、やればさ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。Thank you.
派手に決めるとしようか。命が惜しくば、のくがよい。やればいいんだろ、やればさ。らしくないな、こんなドジ踏むなんてさ。お任せください、フラムにもできますわ。滅する。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。私にだってできるんだから。派手に決めるとしようか。命が惜しくば、のくがよい。我の死はこの世界にはあらず、必ず主のもとへ。僕にはまだやらなきゃいけないことがあるんだ。お任せください、フラムにもできますわ。私にだってできるんだから。滅する。派手に決めるとしようか。命が惜しくば、のくがよい。
きますわ。やればいいんだろ、やればさ。らしくないな、こんなドジ踏むなんてさ。情けはかけぬ。守ってもらってばかりじゃダメ。さて、楽しませてもらおうか。派手に決めるとしようか。そこを動かないでくださいね。死はこの世界にはあらず、必ず主のもとへ。僕にはまだやらなきゃいけないことがあるんだ。らしくないな、こんなドジ踏むなんてさ。私にだってできるんだから。滅する。我の死はこの世界にはあらず、必ず主のもとへ。さて、楽しませてもらおうか。まかり通る。
僕にはまだやらなきゃいけないことがあるんだ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。お任せください。プラムにもできますわ。派手に決めるとしようか。メッスル。やればいいんだろ。やればさ。これなら。邪魔なんだよ。はっ。そこだ。何時に進む道は何時の行いに見え、道を行き許されるならば与えられん。道を踏み外し者よ、永劫に続く闇こそ何時に与えられる世界と知れ。全ては断りの輪をめぐる。地、画、畜、種、人、天。行くぞ。この程度では足りぬの。バスタール。待ちなさい、デュラン。なんで止めるんだ。今から追っても間に合わないでしょう。それに追う必要はないのです。行き先は
一つしかないのですから。虹の雫を失いはしましたが、エリスを助けることはできました。これ以上この世界であなたにできることはありません。今あなたにできること、それは一刻も早く次の世代にあなたの力を託すことです。レベリー、虹の雫はもうないのか。古いものは破棄してしまいますから。そうでなくとも時間の経過により魔力は減少していき、最後は砕けてなくなってしまうんです。そのサイクルがちょうど100年なんです。ですから次の虹の雫が生まれるまで100年かかります。待つにはそいつはちょっと厳しいな。私たちにはそれほどの時間、待つだけの猶予は残されていません。デュラン、ごめんなさい。あなたの足手まといにしかならなくて。あなたの苦しみを少しも癒してあげられなくて。いいよ、そんなこと気にしなくても。エリスが無事ならそれでさ。僕こそ迷惑ばかりかけて悪かった。それにそう思ってくれるなら後のことを頼みたいんだ。いいかな。そうね、後のことは私たちに任せて。ゼルバ、僕みたいなひねくれ者にならないように気をつけてあげてよ。はあ。だけどね、ウィンフィールド、あんたみたいなのに育ててもらっても困るんだ。そいつは身に染みて分かってます。強くて優しい子に、素直で人の痛みが分かる子に育ててほしい。僕の願いはそれだけさ。それはわらわの願いでもある。とりあえず戻ろうよ。今はそうだな、ゆっくり休みたいな。またみんなで温泉にでも行ってさ。ええ、行きましょう。久しぶりに背中を流してあげるわ。それはちょっとね、遠慮したいかな。俺はいつでも背中を開けてお待ちしてますよ。お主はほれ、あの二人にでも流してもらうとよかろう。いつでもお流しいたしますです。主の命とあらば。いやそいつはご勘弁。いいじゃないか、二人に背中を流してもらえなよ。それがいいですの。